はい、22.3 ですね。Mr. Smith is talking on another phone. 別の電話で話し中ですと。Please, hold on a minute. Hold on なんですけど、これはオンした状態でホールドしとけと。何をホールドするんかっつったら、受話器ですわな。で、まあ、その受話器っていうのはもう当たり前なんで、電話の時はね、もう hold on で、この、オンした状態。こう、受話器が密着した状態ですよね。まあ、あるいは、その、LINE、電話線で繋がっているっていうオンって捉えてもいいと思いますけど、まあ、そうやってオンしておきなさいと。まあ、なんていうの、切らずに待っておきなさいということですね。で、しばらく。で、まあ、and I'll、何しようかって言ったら、動詞はもうこれしかないから、プッチューするしかないね。まあ、これも、あなたを置いて、貫くと。スルーですね。ということは、あなたを彼のところまで繋げるということですね。貫いて。ですよね。なんで、まあ、これお繋ぎしますというね、決まり文句ですよね。プチュースルー。ね、プチュースルー。で、あずすんなす。He is free.彼が自由になったらっていうことですね。彼が、まあ、手が空いたら、すぐにっていうことですね。で、このアズスンナズは、まあ、当然ね、副詞節になってるわけですよね。はい。ということで、まあ、これが正解になろうかと思います。